じゃーん。今回ご紹介するのはスバルのインプレッサースポーツってやつかな。インプレッサーっていろいろ形の仕組みがあって、形の違いがあって、こうなんだろうな、ここのお尻の部分がなんかこうやって張り出してるのがスポーツっていうタイプだと思うんだよね。でセダンみたいになってるのがただのインプレッサー、なんかそんな感じで、これは多分インプレッサーの中では一番人気のこういう張り出してるタイプの、インプレッサーかな。だからよいしょ、こんな感じで、ちょっと汚くて申し訳ないですけど、中のトランクがこういう風に、なんちゅうんだろうな、こういうのハッチバックっていうのかな、こういう形式、こう室内とこっちのトランクがつながってるよみたいな、そういう状態の、お車になります。車の中はこんな感じ。まあこれ実はあの僕の車ではないんですけど、これで我が家族は初めてスバルを乗ってみたんですよね、このインプレッサで。これはね、非常に、なんちゅうんだろうな、この車自体は正直何か高級感が特別あるとか、そういう感じじゃないんだけれども、やっぱ乗れば乗るほどにね、スバルはね、いいの。本当に。一番感動するのは、雪道だね。やっぱり僕みたいな北海道雪道、大雪大国に住んでいて、まあいろんな車で雪道走りましたよ、そら。もういろんな車で走ったけども、スバルがね、ダントツに、なんだろうね、運転しやすい上に安心感があるんだよね、なんかスバルの四駆ってこう。もういろんな四駆にもいろんな種類の四駆があって、一番クソなのがホンダと日産。ホンダと日産の四駆はマジでクソで、ホンダはリアルタイム 4WD って言って滑った時だけ四駆になるんですよ。でどういうことかって言ったら、滑ってから四駆になってるから、一回滑ってんだよね、その四駆になる前に。滑ってから四駆みたいな。そういうね、謎挙動が入るんで、結局、滑ってから四駆になるから、なんかこう、運転の仕方もなんか、うわーってなんかこう、車に振り回されるような感じになっちゃうんですよね。で、一番クソなのは日産。日産の E4WD ってやつなんだけど、それは、信号スタートから30キロまでしか四駆じゃないっていう、クソ仕様。だからほぼ四駆じゃないの。最初の出だしだけ一瞬四駆になって、あとは四駆じゃないっていう、もう四駆って名乗んなやっていうぐらいのレベルの四駆なんだけど、まあ、そういう四駆もありながら、あとはまあトヨタだったりね、まあ、ホンダとか日産も全部が全部あのクソ四駆なわけじゃないだろうから、ちゃんとした四駆もあるんだろうけど、まあこういう一般大衆車の四駆は、やっぱホンダ日産はクソで、その点ね、このね、スバルの四駆っていうのはね、本当になんつったらいいのかな、なんかこう、カーブとかがあった時に、こう、後ろのタイヤがね、こう、うまくこう、いい具合にズリ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 ってこう、こう、ぐわーってこうカーブしていくんですよ。他の、例えば日産とか、僕三菱も乗ったし、トヨタも乗ったけど、なんかね、今時の車って、これ、この横滑り制御みたいなのが、どの車にも、今時の車って入ってて、それを制御するんだけどね、その制御がね、かえってうざいんですよ。皆さんもちょっと北海道で1年ぐらい雪道走ってみてください。もうこれうざいなって感じるから。もうなんか変なところでガガガガガーとかつってガガガガガガガーとかってなって、すごい運転しづらくなるんですけど、スバルの四駆はね、そういうことしないんですよ。いや、あるんだよ。横滑り防止はあるんだけど、これが非常にこう、いい感じにこう、ザーッとこうね、ザーッとカーブで曲がっていくっていう、本当に走っててね、気持ちがいい車。まあ正直ね、スバルって、なんちゅうの、この内装とかのね、見た目の割にね、結構高いメーカーなんですよね。なんかちょっと高えなっていうメーカーなんですけど、まあでもそれを、まあ差し置いてもね、変えスバルにする意味があるかなっていう。ぜひ雪国に住んでる人はね、一回スバル乗ってみてほしい。気持ちいいよ。逆に、スバルの欠点。もうこれ結構、5年ぐらいは乗ってるはずなんで、5年ぐらい乗って感じるスバルの欠点っていうのは、これ。燃費。今ここに表示されてる燃費が 3.8km。これはちょっとね、今こうやって停車してるから、どんどん燃費が下がってっちゃってるけれども、街乗りではね、10出ない気がするね、スバルの車って。街乗りではね、10いかないと思う。
だ燃費が、まあ、走りの良さの代わりに犠牲になってるっていう面は否めないかなっていうのは、ちょっとスバルの車にありがちなことかな。で、あとはね、こう、なんちゅうの、なんか普通なんですよ。良くも悪くも。これメーターパネルありますけど、真ん中の、何キロメートルって書いてある、真ん中の上の部分ですね。は、ここで調整を変えれます。ここの調整をこう上に上げたりすると、こう、どんどん変わっていくんですよ。これは、アイドリングストップの分数かな。で、どれぐらいそれに対して燃料が節約できてるかとか。これはスピードメーターでしょ？これなんだろうね。これ、あ、どれぐらい運転してるかか。今だいたい11分ぐらいエンジンかけて運転してますよ。そういったことが、ここで切り替えて見れるようになってます。で、左側スピードメーター。あ、違う。左側タコメーター。右側スピードメーター。もうなんとも言えなく普通でしょ？でね、俺が一番いいのはね、このウィンカーの音。わかります？この普通のウィンカーの音。今さ、なんか K でもな、K じゃなくてもさ、なんかウィンカーの音が気持ち悪いのあるじゃないですか。ピッコン、ピッコンとか、なんか、パッコン、パッコンみたいな、なんかあの、気持ち悪いですよね、ウィンカーの音。これ、やっぱりこういう、この普通のウィンカーの音が一番いいよ。絶対。だからこういうね、普通なの。スバルって。普通でしょ？なんかこの普通なのがいいところ。で、まあなんだろうな。画面好きなんだろうね、スバルね。まあ、ナビはナビで、まあ、ナビだけど、この上にもあるんですね、画面が。この画面の部分は、ここで操作できるようになってます。なんで、ここで操作すると、今、これ3連メーターがついてますけど、ほら、これはなんだろうな。多分4駆の具合とかが多分表示されるモードじゃないかかな。とか、なんか平均燃費的なやつとか、これなんて燃費系だね、いかにも。で、時計。こんな感じで。いろいろ出てきます。うん。で、このね、3連メーターも、ここでね、いろいろね、変えれるんですよ。画面設定で、例えば3連メーターってやったら、ほら、これ何にしますみたいな。こういうふうに何にしますっていうのを、いろいろ選んだりすることができるんですよね。で、これの横側。横側はエアコンになってて、今23度フルオートって書いてあるけれども、エアコンの調整はもうここで。チュッ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 。下に行くと、ここに USB のソケットが2個入って、充電が取れるのと、あとシガーライターのソケットも、ここにちゃんとあるから、なんかね、オートバックスとかで買ったやつも、いろいろ挿したりして。楽しめちゃうよっていう。あとはね、結構なんだっちゅうあれではないんですよ。ここに、ほら、こんな感じで、ドリンクホルダーついてますよとか、なんか謎の小物入れついてますよとか、なんかそんな感じ。ここの PRND も一緒なんだけど、ここで一番下にしたら D になるんだけどね、この状態でね、横に行けるの。で、横に行くってことはね、よくいろんな車プラスマイナスがついてて、ギアがね、この横にマニュアルでね、こう上にやって変えれるっていう車が結構多いんだけど、スバルはね、なぜかね、横にはなるんだけど、横にこうなるイコールマニュアルなんですけど、ここの上下はついてないんですよね。じゃあ何で速変えんのって言ったら、ここのパドルシフト。ここのパドルシフトで速を変えると。あくまでパドルシフトで変えるもんだから、ここには速はないぜっていう。M は必要なんだろうか問題はあるんだろうけど、まあ、これを M に入れた状態だったらずっとパドルシフトで走るから、自動でオートっていうかもうオートマに戻ることはないんですよね。普通の車って結構、ここちょろちょろっていじっても勝手にまたドライブに戻っちゃったりするんですけど、これを M に入れてる限りはそれはない。ただ D の状態で、これをいじると、なんの気なしに元に戻ったりするのはある。で、これとこれでオフを切り替えれるから、よくスバル乗り、このスバルに乗ってる人ありありなのが、まあ、信号とかなんか下り坂とかでエンジンブレーキここで効かせて、で、一通り効かせ終わったら、これを一回 M に入れてすかさず D に戻すってやると、ドライブに戻るんですよ。なので、ここをちょっとパコパコっていじった後は、ちょんちょんってやって、ドライブに戻すっていうのが結構スバル乗ってる人の小技だったりします。じゃん。アイサイトが搭載されてるんですね、この車には。これは確かね、バージョン3とかって言ったはずだな。スバルのこのアイサイトもいろいろバージョンがあって、
これは確かバージョン3だったはず。信号じゃないな。なんかカラーで見てるんですよね。これもね、非常にいいところ。当然ここでね、いろいろできるんですよ。自動で走ってくれたり追尾したりとかっていう設定がかけれるんだけど、今までね乗っててエラーが起きたことは一度もない。まあ当然っちゃ当然だけどね、前の車がいるのに自動運転中に突進してったとか、そういうことは一切ないかな。でこの上にあるのが、これがね、自動ブレーキのオフボタンで、ここがね、レーンアシス、なんだろうこれ、なんか白線を読み取ってなんやかんやしてくれるやつのオフボタン、なぜかここにあるんだよね。多分ね、スバルさんもこう、今では結構どの車もね、トヨタでもホンダでも日産でも当たり前、この頃結構ね、スバルがもう突出してたから、この自動運転に関しても。まあ今でも多分スバルに安心感を抱いてる人は多いと思う。一番初めにこれでどんどん開発してったのがスバルで、やっぱね、スバルのこれはね、すごい、もう安心感が全然あるもん。これが見てくれてるっていうだけでね、その乗ってる人が運転前とか下手とか関係ないんだよ。これを乗ってることによって防げる事故がいっぱいあって、事実これで事故が減ってるんですって、保険屋さんに聞いたら。だからやっぱりね、これはね、もう今の時代は必須。これで防げる事故があるし、これで防げる命があるんだもんね。だからこれはね、絶対もう今から車買う人は絶対つけた方がいいし、スバル乗ってる人は、まあ僕の両親も含めてね、これが欲しくて買ったっていう人も多いと思う。一回つけたらもう手放せないよ、これがある安心感は。やっぱお守りだから、こういうものっていうのはね。でまあこういう設定があって、でまあライトつくよね。後ろの席はね、非常に簡素でして、これといった何もないんですよ。正直足元空間もかなり狭くて、まあこれ前の席結構後ろに行ってますけど、それでもやっぱり足 1、2個分ぐらいかな。なんで決して広くはない。そして僕がこの後ろの後部座席の一番嫌いな点は、このシートの角度。やっぱりね、僕結構シートこうぐーっと倒してゆったりしたいタイプの人間なんですけど、このね、スバルのね、このシートってもう一部分に固定しかないんですよ、これ。もう一箇所で固定なんです、もう。この位置でもう終わりっていう。これ以上はもう下がらないし、浮かないし、もうこの位置だけっていう。これはね、ちょっと後ろに乗る人からしたらね、ちょっと窮屈な、断崖絶壁感があって、僕はあんまり好きじゃないんですよね。正直インプレッサってね、スバルの中で一番安い車なんですよ。かといってね、これもやっぱり300万は言い過ぎかな。いやでもそこそこのグレードの買ったら多分300万ぐらいすると思うんですよね。だそこそこ高い、200万は絶対するはずだから、インプレッサって。だ200万以上する車でね、もうちょっとこの後部座席気使ってくれたらいいのになーっていう気持ちは正直ある。あとね、これ今最新のスバルがどうか知らないけどね、このスバルをうちが買った時は、このね、ボタンプッシュでエンジンっていうのがね、オプションっていうか、なんか上位グレードしかこれがついてなかったの。ありえないよね、ワゴン R でもついてるのにさ。そういうところで結局一番なんちゅうの、サイレン化グレードはもう事実上選ぶ人がいないみたいな状態に、多分スバルがいやらしく持ってってるんだろうなっていう気がした。であとね、一応アイドリングストップもするようになってる。あんまりスバル、さっきも言ったようにね、あんまり燃費っていうことを考えてる車じゃないんで、アイドリングストップもね、まあ最低限というか、ブレーキをギューって強く踏み込むとたまにアイドリングストップするよみたいな、そんなようなレベルのもんです。以上でね、このインプレッサがね、そろそろ実はお別れになりまして、新しいスバルの車が、我が家に来る予定になってますんで、また新しいスバルの車が届いたら、こんな感じの車だよっていうのをお話ししたいなと思います。それではどうもありがとうございました。